から降りてもうちょっと頑張る。ありがとう。こんな感じでやっていきます。はい、ゲーリング。アドバンスパフォーマンス、センターといいます。これが、ありがとう。それではまず最初に、みんなでよく知ってるやつからやってみようと思う。この3つの箱を使ったやつから、お、すごい、移動しながらの写真撮影。 OK、 もう3つの箱を使ったやつからやってみる。 GO! あ、まあ横あ、いない。まあさっさとやるわ。危ない。So good! Okay! Yeah! Oh, ありがとう。 Yeah! これでそんなに反応あったの。久しぶり。 Yeah! じゃあもうちょっと頑張ってみる。 Go! I feel nice! Oh! Sugar is fine! Yeah!Yeah. Oh. Oh. Woo. Speed. Yeah. Woo. Yeah. 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 Yeah.今日1回しか落としてない、もうすごい調子いい、調子いいけどこのローラーがとても気になる。乗ってちょっと、ちょっとそれ危ないから、よかったら下げてくれると嬉しい。すごい、ごめんよ、ちょっとそこら辺危ないから、いろんな意味で。飛び箱の技やる。1、2、3、Go! Acho! まあこれはいつもそんな感じ。じゃあもうちょっとやってみる。あ、わかったわかった。もうちょっとやる。それじゃあ今日ケンさんはこの高さを、飛んでみようと思う。So nice. わかった。今日のお客さん厳しいな。じゃあ今日この高さ飛んでみようと思う。もう一個もう一個。あ、もう一個。あ、Thank you。もう一個もう一個もう一個。4人ぐらいから拍手あったから頑張ってみる。何？もう一個。あ、物事には順序というものがある。よく考えてほしい。OK。1、2、3、Go。ありがとう。だけど今一部の人からこれぐらいなら俺にもできるというような顔してる大人がたくさんいる。じゃあ分かった、もうちょっとやってみる。今日ケンさんはこの高さを飛んでみようと思う。もう一個。だからさっきから言っている。子供も言わないんだから、頼む。いつも大体言うのは子供なんだから。そうか、今日のお客さんは子供の気持ちを忘れてない大人ということ、yes. すごい嬉しい。でもちょっと言わせてほしい、実はケンズどこ見えてもこの飛び箱の大道芸や日本でやっているのはケンザンただ一人だけ。Oh, yeah. なぜならば地味だから。大道芸界の地味担当と言われている。せーの、イエーイ、頑張れー。パパが湧いてきた。
突っ込まれた。違うって。Sorry。今日の1回目、カニが降りてる。OK。飛んでやる。いきます。1、2の3。頑張れ。ありがとう。その頑張れという声がパワーになってる。いくぞ。1、2の3。頑張れ。頑張れという声がパワーになってる。いくぞ。1、2の頑張れ。頑張れという声がパワーになってる。そろそろ飛んでいいかな。言われるとやりたくなる。1、2の3、GO! ありがとう。その頑張れというどこからか聞こえたけど、パワーになってる。そんな遠くから。もう行くわ。GO! Yeah! OK! それではもうちょっとやってみる。今日現在は、言われると調子狂うな。でもありがとう、すごい、ありがとう。行くぞ。Yeah. OK。それでは健さん、ちょっと力技頑張ってみる。力技。